ワンポイント忍び絵、忍び絵奏者の井上真美です。今回のワンポイントは低音、高音、吹き分けのコツです。はじめよ忍び絵レッスン3、低音と高音の中で、低音と高音の吹き分けには息の出る角度と息のスピード、また息の強さが関係していると詳しく説明していますので、先にそちらをご覧になることをお勧めします。今回は低音と高音の出る構造が分かった上で、ちょっとした吹き分けのコツをお話ししますね。では早速始めましょう。息のスピードが遅いと低音域、速いと高音域。要するに息の当たる部分で低音と高音の吹き分けができるということを頭では分かっていても、なかなかうまくいきませんよね。そこで考えられる高音が出ない原因、1、息の角度、2、息の方向、3、唇の形、4、息穴の大きさ、いろいろと考えられますね。では一つ一つ見ていきましょう。1、息の角度。息に角度がつかない原因は、息のスピードが足らない、息の量が足らない。それにより高音領域への角度がつかず、高音が出ないのです。息をしっかりとお腹から出し、息のスピードを上げるように、遠くへ息を飛ばすよう意識してくださいね。2、息の方向。息のスピードや息の量はもちろん、息の方向が定まっていないと音が出ませんよね。低音に比べ高音の息の角度は上向きですね。そこを意識するあまり、息が上に上がりすぎて歌口からずれているのです。また力が入ることで息の方向が歌口からずれているのです。息の出る方向を感じることが大切。まっすぐ出ていますか？息の角度を変えず笛を回して低音、高音と出したくなるのですが、これは音程が変わるので NG。 3、唇の形。唇に力が入ったり、唇の形を変えて無理に音を出そうとしたり、歌口を唇に押し付けすぎることで唇の形が変わり、息の出る方向が定まらなくなります。また歌口が内側や外側に動きずれてしまうのです。高音は低音より出しにくい方が多いので、ついつい唇にも力が入ってしまうのです。唇から音を出そうとするのではなく、お腹から出す意識を、そして唇の力は抜く、これも大切ですね。4、息穴の大きさ。唇から息が出る息穴の大きさも大切な要素です。低音に比べて高音は息穴を小さくすることが大切。大きいままだと息にスピードがつきにくく高音が出ません。微笑むように少し唇を横に広げ、穴をなるべく小さく、息は細くスピードアップですね。鏡を見ながら息穴を確認してくださいね。唇を尖らせるのは NG。 原因がわかりましたね。一番大事なのは歌口と息穴の絶妙な位置関係。私が常々口にする黄金のポイント、
ワンポイント忍びえその21、綺麗な音の出し方の中でも詳しく説明していますので参考にしてくださいね。さて、ここからが重要なポイントですよ。黄金のポイントに合わせるときに、歌口のへりを感じるという感覚、ここが大事なんです。歌口のへりとは、唇との接点にあたる部分です。力が入ってしまうと、笛を唇に押し付けてしまい、接点の感覚が変わってしまいます。接点部分が大きく当たると、笛が内側に入りすぎているということ。接点が感じられないときは外側に向いてしまったということ。感じる接点は少しで大丈夫ですよ。低音がよく響き、良い音だなぁと感じているときに、自分の接点はここと唇に覚え込ませる。これこそが吹き分けにおけるコツです。この感覚を忘れずに、息のスピードを緩めれば低音、早めれば高音の吹き分けにつながるのです。吹き分けのコツ、ここの感覚、つかめればいいですよね。さて、次回のワンポイント忍びえは、ロングトーンで基礎力アップ。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。